しゃべくりマッシュラ始まるよ。はい、皆さんこんばんは。10月14日月曜日ですね。729回のしゃべくりマッシュラの時間がやっておりました。マッシュラですね、昨日12、13日とですね、両日ですね、天気が良くてですね、新春マッシュラサラダ10万石祭りが開催されましたですね。まあ、参加されたお客さん、それから参加者ですね、まあ、大勢来られましてですね、にぎわいを出していただきました。まあ、朝晩めっきり涼しくなりまして、ね、寒いっていう感じですかね。でも日中はね、やっぱり暑いですね。日光は強いですね。まあ、そんなマッシュラでございます。今日のゲストをご紹介いたしますけれどもね、マッシュラ地区の学校間交流を進めている連携推進ディレクターの島田正秀さんをお迎えしましてですね、地域か、発活力ある学校づくり推進事業について、お話をお聞きしますので、よろしくお願いします。島田先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、島田先生にお聞きしますけど、松代地区の学校間交流の推進ディレクターというのはどういうことをされていますか。はい、松代には中学校1つ、はい、から小学校、はい、6つあります、はい。まあ、それに高校もあるし、幼稚園もあるんですけど、はい、まあ、そういった子どもたち、児童たちの、うん、まあ、学習環境、周りの、はい、環境を整備するお手伝いをさせていただいてます。はい、ですね。まあ、今回ですね、こういう先生、ディレクターの担当になられたってこれ何年ぐらいになるんですか。平成27年です。27年です。はい、そうすると、あさって10年近くになります。なりますね。はい、これで、あれですか、この真っ白が担当されて何年ぐらい経つんですか。3年目です。3年目ですか。実は、まあ、今まで、きなさ、音楽史を担当して3年。はい、それから何合中城、新町、それから相場な中学高校を3年担当して、その後、この若穂松代、若穂松代、地区を担当することになって3年になります。そうですか。これやってみてどうですか。まあ、子どもたちの今の学習環境を、ね、整備するのもそうですし、はい、少子化が進んでいる中で、やっぱり将来の子どもたちの学習環境を、どのようにしていったらいいかということも、はい、まあ、仕事の一つです。なるほどね、わかりました。そうしましたらですね、これ、先生が提案されたっていうんですか、連携するっていう形で実施計画なんていう、こういう計画書みたいなのを作ってやれてるですね。各学校の希望に応じて、子どもたちの移動のお手伝いさせていただくこと、まあ、当時の活動のお手伝いをいろいろさせていただいてます。はい、これやるにあたって、やっぱり事前学習みたいなことを各学校でやられるんですか。そうですね、今回、豊坂と東条と寺尾の5年生、3校で、町並み、要するに造山に関わる施設を回ったりするので、はいはい、やっぱり6年生になって歴史の学習するんですけど、5年生はまだやってないので、あ、なるほど。この見学する場所については事前にね、子どもたちに予備知識というか予備学習をそれぞれの学校でしてもらって当日迎えてます。なるほどね。はい、まあ、これ今回豊坂小学校、寺尾小学校、東条小学校という形でね、回るような形にしてます。やっぱり豊坂なんかもあれですね、これ見るとコミュニティバスなんか使ったりとかってやってらっしゃるんですね。はいはい、競技委員会で連携の関係で予算をいただいて、はいはい、運営してるんですけども、まあ、近年のいろいろな諸事情によって、なかなか予算不足というか、はい、計画通りにいかないんで、今回は費用できるだけかけないために、
路線バスやそれからコミュニティバスを利用させてもらって、はい、あるいは、まあ、あの東京あたり、あの東京は走ってきてもらって、あ、なるほど、ね、費用をかけずに、まあ、はい、あの学習計画を進めさせてもらいました。あ、なるほど、ね。まあ、こういったのも先生が自分である程度調査してみたいな形になるんですね。そうですね、予算の枠内、あるいは費用を浮かせるためにありとあらゆる手立てを講じてますけど。なるほどね、わかりました。はい、まあ、これで、ね、豊沢、東条は9時で徒歩って書いてあります、はい、豊沢はあの、あれですね、高島線を使う、はい、寺尾は八代、須坂線を使うという形になりますですね、はいはい。さて、今回見学する先、はい、ここはちょっと先生お願いします。やっぱり地元にいながら地域のことがあまり知らない、うん、ましてや寺尾と豊沢の子たちはちょっと中心に離れてますし、あ、はい、まあ、東尾もそういう意味では中心から外れてますが、うん、はい、まあ、これだけ歴史的ないろいろ教材があるところで、はい、地元でいながらやっぱり学ぶ機会がないと、うん、それからあのお家の方たちに、ね、連れてきてもらうこともないの で、はい、で学習とそれから3校の5年生将来的には同じ中学校に進むので、うん、はい、早いうちからまあ知り合っておこうと、うん、それから学習も少ないところも多いところもあるので、うん、はい、そういった子たちが一緒になって学ぶことで、はい、中学行って不適を起こさないための手立てにしようという狙いもあります、うん。でも顔見知りになればあれね、中学行ってもオンって、あ、そうです ね、いわゆる昔の中1ギャップみたいなことはだいぶあの軽くなります。なりますね、はい、そうですね、はい。まあ、今回これね、これが豊沢小学校ですけどね、5年生うまくバスで来られて、82人この前で泊まって で、ね、でたまたまこれバスヤリセンターの前 で、あの東広小学校の、はい、東広東なので学校から、うん、で急遽で写真撮ったんです、はい、はい。で、あの、なんですか、寺尾の場合はね、あの、なんですかね、長年バスでしたので、あ、長年バスで、ね、ペア小線でしたから、はい、まあ、まあ、それであとはもう造山神社の前でのね、造山先生の構造前で一応まあこうやって皆さん集まって、はい、これから出発式じゃないですけど、はい、これ一通り説明するんですか。あの子供たち3校集まってるので、はい、全て学校をばらして5つの班にね編成し直して、それぞれ の子供たちが別々に行動するために、はい、5人のボランティアガールドさんたちにお願いしまして、5つの班で交流して、はい、そのためにまあこれは特にあの外部の紹介して、あ、なるほど、これが5つの班に分かれて活動しますよという最初の会をやってます、はい。まあ、これも全体的にね、あの、あれ見ました、はい。これもあの造山神社で、ね、なんかこれ、そうですね、はい、あの拝礼の、所作というか方法を、はい、教わって実際にやっているところですね、うん。まあ、実際知らないですもんね、はいはい、うん、ね、柏で打ってなんてね、はい、うん、こうやって班ごとにねそれぞれ、はい、ね、分かれて、はい、お世話になりました。なるほどね、まあこういうのもいいことですね、うん、はい。これもあの佐久間道山先生を含めて銅像がこうやってありますよね、はい、高杉晋作であったりとか、まあ来年歴史の勉強をするためにはもう事前にこういうことをしておくと、うん、あの役に立つということもありますので、まあ、全部覚えきれなくても一つこれがあったねっていう形で覚えておけばね、はいはい、部分的にね、そうですね、知識入れておくと大変歴史の学習するのに大変やるんですよね、はいはい、はい。これ今一通り終わったところで定山神社を出まして半ごとにね行動してますね、はい、これで今度は、山寺定山邸かね、出来道を歩いてるっていう形でね、はい、山寺定山邸行きましたけど、まあ一応ね、国の登録有形文化財という形で、まあ、武家屋敷ですけどもね、はい、この中で一応中に入っていただいて、これ、潜水路があるね、潜水路があったりとか、まあ、町の特色でね、やっぱりその池がどうなってるかって話から潜水路の話も伺ってましたね、うん、はいはい。まあ、この時結構水あったですね、なんか、はい、鯉もたくさんいて水が少ないってね、はい、ちょっと言われてましたけど、はい。でこれ終わりまして、今度は弓王寺さん、はい、はい、これも登録有形文化財ですね、はい、はい、大爆笑です、まあ、布袋様の前で子供たち写真を撮ってました、うん、ああ、そうですか、そうですか
はい、まあ、こういった看板もねあって、まあ、これも一つの勉強になるかなと思いますね。まあ、杏姫のね、墓所でもあるんですけどね、はい、まあ、ちょっと右側が神田側で左側っていうになりますですね。まあ、地形のお話などもね、うん、伺いながら。なるほど、ええ、うん、まあ、天気も良くて良かったですね、はい、うん、まあ、こうやってねグループの中でいろいろ交流もあって、はい、うん、なるほど、ね、まあ、これがある程度の目標なんですよね、はい、まあ、学習とそれから交流っていう2つの大きな狙いがありますね、うん、はいはい、これがね、中に入ってくるとね、はいはい、その次はこの隣の象山地下王になりますけどね、はいはい、まあ、これも戦争の関係にはなりますが、結構、まあ、あの小中学生だとかね、皆さんこういったところやっぱりあの見に、ね、見学に来ることは決まってますね、はい、まあ、この中野市内の多くの学校はやっぱりこことそれから、はい、まあ、社のね、うん、県立歴史館とか、ね、 あ、 はいはい、あたりはよく来るんですけど。あ、そうですか、はい、もちろん子たちは地元なが故にわざわざここまで来ない学校が多いんです。なるほどね、だからこうそういう意味も込めて、ね、だから今回5年生ですけども、はいはい、そういう意味ではいい機会もらったと思います、ね、はい、まあ、こういった赤印のとこだけ一応開放されてる、はい、まあ、往復20分ぐらいなんですけどね、まあ、奥まで入っていただくっていう感じでね、はい、まあ、入り口でこうヘルメットを送りながら、ね、ガイドに説明いただいてっていう形ですかね。これで皆さん入ってくるんですけどね、はい、まあ、これあのやっぱり年にね、市のほども年に2回ぐらいね点検して、こういう危ないところはこういう形でね、はい、なんかやってるみたいですけどね、はい、まあ、こういったくらい中でもね、やっぱり初めての子がね、うん、多くて、あ、なるほど、はい、なるほど、まあ、親御さんでもちょっと行くってのはあまりないですけど、ね、そうですね、うん、まあ、これであの一応まあ出てきてっていう形ですけどね、かなえよとかなとかってそういうあれはなかったですか。涼しかったとかね、うん、まあ、でも削岩機のね、はい、あの跡とかね、はい、いろいろやっぱり興味を持って見てました、ね、うん、なるほどね、はい、ガイドさんたちがいろいろ説明してくださるので、うん、はいはい、あ、そうですか、確かにね、はい、まあ、だけどもあれですね、まあ、こういう交流っていうか、やっててこうお互いにこの中で暗い中でもこう話し合いするみたいな子たちってあるのかしらね。いや、あの顔見知りになってる子たちは、あ、まあ、校庭移動の最中に話をしたりとかね。なるほど、でもこればっかじゃなくて普通にやってますもんね。もうね、例えば3年生大紫のね、あ、はいはいはい、学習を東城で、あれは全部の学校参加しますので。あ、そうですか、まあ、あのグループ2つの学校ずつ分けますけど、なるほど、ね、それとか今月6年生が中学校に集まって1日体験学習をやったりしますし、これは5年生でね、3校でやりますし、あと高原のキャンプを一緒にやる学校もあれば、修学旅行を一緒にやってる学校、修学旅行一緒に、それから市内の合同学会に、一緒に同じステージに立つために一生懸命あの練習したりする、合同で練習してると。そうですか、違ってますね、今ね、ここはあの東城とそれから、うん、寺尾と豊坂ですけど、うん、はい、あの片や真っ白と清野と西城でとかね、いろんなあの組み合わせで交流してますし、そうですか、先ほどの大紫はもう毎年組み合わせを変えながらやってました、ね、そうです、はい、それが一番いいね、はいはい、なるほど、それも先生やられるの。いや、あのお手伝いもさしてるし、もらってるし、うん、あの恒例になってるのもあるし、それから実際にあの地域の社会体育とかね、お稽古事とかいろんな教室で、あるいは養護園で一緒になってる子もいるので、学校はあの別々でも、ね、はい、もう一緒になった時、いや久しぶりとかね、うん、あのなるほどね、してる子同士で交流もやってますので、はいはい、ありますね、はいはい、まあ、あとあれですね、これ最後になりますけれども、この今回の交流会でですね、子どもさんの行動だとか交流の様子なんかいかがでした？いや、もう慣れてるの、さっきの話にあるように、はい、あの3年生とかね、4年生とかそれぞれ、早いのは去年、東城と昨日かな、1年生の給食センター見学なんていうのをお手伝いさせてもらってますので、あ、そういうのもあるんですか、はい、なるほどね、いろんなところで子どもたちが交流できるような
それから学校の先生方の希望に応じてね、うん、あ、そうかそうか、なるほどね、お手伝いさせてもらったりしてます。あ、そうですか。まあでもあれですね、これ先生最後になりますけども、これからこれ交流会で子どもたちの行動だとかね、いろいろあるんでしょうけど、今後の取り組みってのはどうされるんですか。やっぱりあの、うん、少子化に対応した教育環境を整備を、はい、うん、まあ、その一環で気温はね、今年結構になりますけど、今年いっぱいですね、まだあのどんどん子供が減っていってしまう学校については、はい、今後どうするかということで、地域の皆さんと話し合いをするっていうこともしていかなきゃいけないっていうことで、いろんな面であの地域の子供の学習環境を整えるためにお手伝いさせてもらってますけど、まあ、体の先生気をつけてとかね、ね、頑張っていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、いや皆さん、はい、ちょっとね今日フラフラしててね先生の話どうしたのフラフラしてて酔っ払ってるな、ね、酔っ払ってないんだけど隣でね、うん、ちょっと見ててね、あ、そうかね、うん、お伺いしなくて、はいはい、素晴らしいお話だったんですけど、うん、すいません、はい、いいね、はい、ね、ちょっと予告っていうかあのあれですね、コンクールのですね募集要項みたいなのがありますんで、はい、ちょっと見ていただきたいなと思いますけどもね、6年のね10月26日からね11月7日まで、はい、これコンクールですね、かかしコンクールをやる予定でます、はい、で今作品はね10月24日までね募集していますのでね、ぜひ参加していただければたいなというふうに思います。で持ち込み場所なんですけどもね、真っ白福祉寮なんですね、はいはい、で毎年やってはいますけど、あの東条のなんですかね、真っ白荘へ行く手前の、田んぼの中で保育園の前です、そうだね、東条の保育園の、ね、北側でね、そうですね、うん、あそこでね一応展示しますんでね、ぜひねご参加いただきたいなというふうに思います、はいはい、景品もね、豪華景品用意してあるそうですので、はい、ぜひお願いいたします。でまあそれ終わればね、展示会っていう形でやりますのでね、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、お知らせは次は、はい、続いてですね、はい、これが見ていただくと、ゆかりの地を巡るという方で、佐久間象山先生没後160年の関係で、はい、佐久間象山先生ゆかりの地を巡るっていうのでね、真っ白駅へ、集まっていただいて、はい、真田宝物館でね中入って、学芸員さんに説明していただいて、ね、はい、それから象山神社だとかね、蓮如寺さんだとか、なるほど、はい、鐘楼だとか、なるほど、そういったところをね巡りますのでね、まあ、会費1500円でね限定25名さん、はい、夢空間の方へね電話いただいて 278-1277 ですね、はい、こちらへ申し込んでいただければいいかな、はい、ね、10月の、ね、26日の土曜日一応やる予定でいます。はい、よろしく。26日が実施、はい、実施日です。はい、はい、まあ、それ駅の方へ集合いただく、はい、みたいな形で、まあ、予約も必要なんでねぜひお願いいたします。さて続いてですね、147回のねまちづくり研究会って毎回ね、今回10月例会っていう形で、はい、はい、今回ですね、シューマートの社長さんにおいでいただいてね お話を伺います。で真っ白のす、優れた強みを生かしながら欲しいものをプラスするって、ちょっと難しいお話になるかもしれませんけども、はい、やっぱり真っ白にね、小さい頃は親しみがある地区なんだっていう形で、はい、ぜひまたね、シューマート、はい、あの靴屋さんあるじゃないですか、はい、シューマート、あの社長さんおいでいただく、10月の24日木曜日、
6時半から伝承館でやる予定でいますので、はい、ぜひご参加いただければいいかなというふうに思います。予約はありません、はい、当日来ていただければ嬉しいなと思います。変わったイベントというかあるんですよね、うんうん、だからねちょっと珍しいお話なのでね、うん、はい、分かりました。続きまして、ですね、次回はですね、はい、予告ですね、予告、はい、お願いします。来週なんですけども、うん、久しぶりにね、はい、私の担当になりましてですね、はい、電話でお金詐欺ですね、うん、まあ、いわゆるあの特殊詐欺なんですけども、あ、はい、この、最近ですね、その新聞とかニュースでね、うん、ありますありますけども、はい、本当にね日々増加してる、毎日やられて、毎日新聞出てるよ、はい、うん、でそのようにね、一件でもね、警察の方は一件でも減らしたいというようなことで、はい、その被害に、詐欺の被害に遭わないために、うん、その対策ですとかね、うん、その、あ、私のがやってるよ、はい、留守電、はい、あ、いいですね、まあ、そのようなね、お話をいただくそうなんですけども、ね、はいはい、なるほど、まあ、一番はですね、その最近電話がまあ一番なんですけども、うん、その電話で突然知らない男から、あ、まあ男、まあ女の人もいるかな、よくわかんないんですけど、はいはい、知らない人から電話があって、はい、うん、お金の話になったらこれはね、怪しい、絶対詐欺だと、うんうん、思っていただいていいそうなんですけども、なるほどね、それで実は昨年ですね、うん、その詳しいお話は、まあ、もちろん来週お伺いするんですけども、うん、長野県内ですよ、うん、県内でね、うん、200件以上あるらしいです。あるって、200件以上昨年、それで被害総額なんですけども、うん、9億円以上だったんですよ。そんなにかかってる県内で、そんなにたくさんあるんでね、うん、そこら辺先ほど言いましたように、その被害に遭わないために、はい、その手口、それから対策ですね、対策、まあ、お話をいただくそうなんですけども、いろいろね、はい、ね、うん、その内容によってはいろいろあるんですけども、うん、まあ、いわゆるね昔で言うオレオレ詐欺とかね、うん、預貯金詐欺とかですね、うん、キャッシュカード詐欺とね、なんか詐欺かよくわかんないんですけども、うん、まあ、お話しいただくわけなんですけども、あとね還付金がありますよなんてね、よく話あるんですが、還付金詐欺とかね、うん、それから架空請求詐欺とかね、うん、まあ、いろんな方法があるらしいんですよ、うん、まあ、手口というかね、あるんですけども、うん、やはり来週そこにありますように、うん、八田さんですね、長野南警察署の生活安全課の係長の八田さんにお茶においでいただいてお話伺うんですけども、本当にね八田さんのベテランの警察の方で、ね、で被害に遭わないためにはぜひご覧いただきたいというふうにおっしゃってました。なるほどね、はい、でも本当に実際そうよ、そうなんです、毎日毎日新聞に載ってるんだもん。そうなんですよ、ね、10万20万じゃないんだもん、一桁違う、まあ、お金ある人はいいかなでもそれは宮坂さんだっていっぱい持ってるかもわからないよ、裏金があるかもしれないし、ね、裏金か、まあ、選挙みたいな、ね、まあそれはね、まあ、冗談に置いて、じゃあ八田さんに細かなお話を聞かせていただいて、ね、皆さん注意喚起だね、そうですね、はい、絶対に会わないためにということでお話しいただきました、はい、じゃあ来週ということで、はい、はい、来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに、はい、お願いいたします。松代はあなたの街、しゃべくり松代、また見てね。